はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国、世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、サムネイルにもね、あるようにですね、米騒動というのはですね、1918年にですね、日本で発生したそのお米の価格急騰に伴うね、暴動事件でありますとね、ウィキペディアに書いてました。急騰というのはですね、価格や物価がね、急に上がることを言います。そう、まあそこまで、まあ暴動事件まではね、起きてませんけども、まあとある地域ではね、そのまた変なデマが流れてですね、お米が売り切れてるみたいですね。ほんまにやめてほしいですね。まあうちのね、地域ではですね、そのお米は効きませんけど、その近所のホームセンターでですね、そのティッシュペーパーを買うのにですね、朝のオープンから行列ができてたみたいですね。まだそんなデマをね、信じてしまってるんですよ。でもまあそのね、自分が信じてなくても、その周りがね、信じてしまってて騒いでたら、あの集団心理として流されてしまいますよね。え、俺だけ一人だけ間違ってるんかな的なね、あの変なこの多数決に負けた気がするんですよ。ほんでまあそんなことがね、街で実際に起こってる風景をね、ちょうど目撃したんです。昨日のね、昼間なんですけども、少しだけの時間だけですけどね、ちょっと車で出かけたんですけどね、まあ、信号待ちでこうすれ違った、後ろからね、パッとこう、通り過ぎていったあのおっちゃんがね、1個しか合わへんかったなーって言ってね、自転車こぎながらね、ハンドルにティッシュの箱をね、かってこう、引っ掛けてね、走っていきました、帰っていかはりましたね。で、ほんでね、まあ、その、今日の3月2日からですよ、全国の公立の中学校、高校がですね、春休みでお休みになりますけども、まあ、その結果、小中学校の給食やね、高校の食堂もね、お休みになるので、まあ、本来ならば、給食やね、食堂でその使われる食材がね、余るというかね、売れ残るので、売れ残るんじゃないな、まあ、売れ残ってるんでしょうね、業者からしたらね。で、そういったことでね、そのよく使われるほうれん草など、その葉野菜っていうんですかね、葉っぱとかね、葉っぱじゃない、葉っぱの葉野菜か。その葉野菜がね、スーパーでもね、安く仕入れれてて、販売価格も安くで売られてることがね、ありましたね。うちの長男も、今日はね、午前中だけで学校に行って、午後から帰ってきますので、給食がないからね、お昼ご飯を、給食が始まるまでのね、間ね、作ってあげないとね、飽きませんわ。でもね、そのラーメンがね、うちの子好きなので、今日も朝からカップラーメンを食べたいって言ってね、お湯沸かしてましたけども、ひょっとしたら帰ってきてからもね、カップラーメン食べたいってね、言うかもしれないですね。まあ、ラーメン自体はね、美味しくて最高なんですけども、まあ、そればっかりではね、栄養が偏ってしまいますので、まあ、それこそそのラーメン屋さんに行ったらですよ、ラーメン以外のメニューもね、豊富にありますんで、他のものもね、食べさせないと飽きませんからね。給食の献立表を見てね、作ってやろうかなとね、ちょっとね、思ってます。まあ、でもそうやってね、毎日作ってたら、また僕の料理の腕も、手際もね、上達しそうですけどね。まあね、それもこれもね、今日から始まる一斉休校なんですけども、その感染のね、拡大をね、考えてのことなので、まあ、子供たちのね、身の安全をね、考えると素晴らしい作戦だとね、僕は思いますね。まあ、感染が拡大する原因として、感染経路というものがね、あります。その一般的にね、ウイルスなどの感染経路というのはですね、主にね、その3つ言われてます。まあ、今までもこう、お話しさせてもらってますけどね、まだ今日もね、ちょっとね、しっかりとお話しさせてもらいます。まずね、一つ目なんですけども、接触感染ね、ドアノブなどにね、ウイルスがついた部分にこう触れてしまってね、手についたウイルスが体に入って感染すると。で、2つ目、飛沫感染ですね。感染した人の咳やくしゃみなどが、飛沫に含まれるウイルスがね、体に入って感染すると。あとね、3つ目がですね、空気感染。飛沫よりもね、さらに小さいその粒子が、空気中に出てきて、それを吸い込むことによって感染すると。
ね、といった感じでね、この3つがね、挙げられますけども、これまあ新型コロナウイルスに関しましてはですね、接触感染と飛沫感染がね、確認されてますけども、このやっとこさですか、ね、空気感染も、3つ目のね、空気感染もね、その確認されてるような報道がね、されてましたね。そのまあ、それもまた後で説明しますけども、その接触感染っていうのは、まあ、例えばその感染者がね、触った、まあ先ほど言いましたけど、ドアノブなどね、手すりや、テーブルね、あと電車のつり革あるじゃないですか、そんなんを触ってしまった、健常者、健康な人の手にウイルスが、いや菌がついて、ついてしまうということです。まあ、飛沫感染っていうのは、感染者の咳やくしゃみでね、ばっと飛んだやつあるじゃないですか。それがね、そのウイルスや菌をね、含むものが飛んでしまって、でそういう唾液などが飛んできて、他の人のね、喉や鼻からね、体内にね、スッとこう、入ってしまう、感染してしまうっていうことです。でそしてその3つ目のね、空気感染に関しての、その、まあ、今回で問題になったエアロゾル感染なんですかね。そのエアロゾル感染っていうのはですね、その空気中の、その空気感染と、ね、言ってもいいと思いますけども、その唾液などがね、その乾いた水分が抜けてですね、残ったウイルスの粒が空気中をふわーって漂ってしまって、その粒を鼻や口からね、吸い込んで体内に入ってしまうものです。そのね、エアロゾル感染はね、飛沫感染にも似てますけども、ね、思ったらちょっとさっきのね、説明聞いたら、これそれ飛沫感染ちゃうのってね、思うかもしれないんですけども、そのエアロゾル感染に関しましては、密閉された環境で長時間高濃度という条件が付けられてますので、別な考えらしいんですよ。また飛沫感染とは違う考えらしいんですね。んで、まあ、そのあれですやんか、電車やオフィスなどね、密閉された環境でね、長時間の間ならばね、換気が必要なんですけども、まあ、学校の教室でもね、言えることなんですけども、でもその大体空調は管理されてますので、エアコンついてるしね、換気扇も回ってますよね。でもそうじゃないとですよ、コロナだけじゃなくて、ね、インフルエンザとかね、むしろ風邪、普通の風邪もね、うつりますからね、その建物というものはですね、その今のね、時代の建物というのは、衛生管理を考えられて建てられているはずなのでね、まあ、しっかりとね、設定されていると思いますので、安全やと思ってるんですけどもね、まあ、ちょっと考えなきませんね。でもまあ、そういう環境下でもね、こういった問題が起こってくるということはですね、やっぱり自己管理が特に大切だと思っています。対策としてはやっぱり手洗い、うがい、マスクとね、アルコール消毒が効果的とされていますのでね、しっかりと行っていきましょう。でもね、その WHO はね、最近、昨日か、言ってたじゃないですか、ニュースでもね、マスクは感染予防にならないとね、言ってますけども、あれはね、その、まあ、自分がこうかかったら、自分の体の中にあるウイルスを口からね、外部に出さないようにする、出さないようにする効果はあるとされてますが、この吸い込む側、マスクしてて吸い込む側に関しては予防にならないとね、言ってますけどね、マスクだけに頼らず、そのやはり手洗いうがいもしっかりね、して、感染を防ぐようにしてくださいとのね、ことなので、WHO も言ってますんで、まあ先ほども言いましたけどね、自己管理ですよね。まあ子供さんもね、これから毎日家にいますけど、じーっとしてられへんのはね、子供なので、まあ家の前に出て遊んでたりすると思いますので、ね、その遠くにはね、行くなとは言いますけども、まあ家の前でね、ちょこっと遊ぶんだったら、まあええかなってね、思ったりしますんで、まあ、外出して帰ってきたら、まあ、大人も子供もね、関係なく手洗いうがいをしっかりして、ね、感染予防をね、やっていきましょう。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。